皆さんこんばんは。それでは、ダンデリオンが揉めたと言われるギャング、ポーソンジュニアの行方を追います。そのために、ドワーフギャング団のリーダー、クリーパーとも共闘します。準備は？いいぞ。合図で突入する。突入するぞ。これはリビアのゲラルト。飲もうぜ。もうすぐ夜だ。味方には当たらないのがいいね。じゃなきゃ全員燃えてるとこだ。ここでは仕事が見つからんぞ、ウィッチャー。何度も言いますが、これ最高難易度ですからね。白雪姫の処女を奪ったのもドワーフだってか。いいさ、何でも俺たちのせいにしろよ。何その分かりにくいジョーク。髭が立派に伸びますように。やれ。殺しだな。おい、聞こえるか？生きてるか？殺さないでくれ。そのつもりはない。お前は一体誰だ？下から悲鳴が聞こえたが。気にするな。助けてくれるか？名前は？リコ。リコメイヤーストロフ。なぜここに？どう見える？単に通りかかっただけさ。いや、賢いふりは俺には似合わない。ベドラムの諜報員だと思われたんだ。そうなのか？まあそう思ったな。それでお前は何か掴んだのか？ホアソンはレダニア人のグルだ。詳しくは知らないが、少なくとも奴は八側だ。さっさと逃げろ。ありがとう。しばらく身を潜めるよ。助けてくれたことはベドラムに伝える。きっと礼をくれるぞ。ディクストラはジュニアがレダニア人と取引したのを知ってるのか？話せるか？いいと。何の用だ？ホワソン・ジュニアことウィリーはラドビッドと手を組んでる。なんと。その情報が確かならホワソンはおしまいだぞ。レダニアが嫌いになったか？俺の心情とは無関係だ。ホワソンは我々との協定を保護にした。これは明白な裏切り行為だ。どうしてもジュニアに会いたい。お前はまだレダニア人との接点があるはずだ。いや、だがお前にはある。説明しろ。テメリア人、入れ墨隊の元隊長、思い出したか？バーノン・ロッシュ。奴はオクセンフルト近くの野営地で部下と潜伏している。行ってみたらどうだ？喜ぶんじゃないか。バーノン・ロッシュは2をプレイした人なら馴染みのあるキャラですね。
戦争に負けた今は亡きデメリア国の軍人で、特殊部隊入れ墨隊の隊長です。ロッシュを探してる。そんなものはいない。他には。どけ。悪いが断る。おしゃべりは終わりだ。回れ右して帰れ。よく見ろ、オルテンシオ。そいつはゲラルト、友人だ。入れよ、ゲラルト。リビアのゲラルト、無事だったか。バーノン・ロッシュ、テメリア最後の希望が。好きなだけ笑え。テメリアは必ず蘇る。ロッシュ、彼らを見捨てられない。私はそうするしかない。それがお前に課せられた命令だ。みんな死んでしまう。お願い。話は終わりだ。行け。またなんか変な女政治来たね。なんで胸元丸出しなの。スコイアテル狩りでもしてるのか。冗談か。もうスコイアテルなどどうでもいい。重要なのはテメリアだけだ。なぜここに行き着いた。軍の残党と行動を共にしてたんだ。ニルフガードがヤルーガ川を越えた時、俺は侵略者と戦うため全てを放り出して前線に向かった。ジョン・ナタリスが率いるテメリア第2軍に参加したんだ。ドルブラサンナで黒の軍団の前進を止めようとした。カーボン山の戦線でな。そして止めた。3日間だけだ。その後奴らは俺たちを叩き潰した。その後すぐラドビッドがノビグラド近くで軍を集めていると聞いた。北方の自由のために戦うという触れ込みでな。俺はナタリスの部隊の生き残りを連れて向かった。だがラドビッドはエムヒルと大差がなかった。だから自分たちの戦いを始めたのさ。ホアソン・ジュニアを探してる。その名は知ってる。だがここにはいないぞ。風の噂に聞いたんだ。共通の友人が何人かいるんだろう。例えばラドビッドとかな。口が軽すぎる奴がいるようだな。一言忠告してやらんと。そいつらの名は。そんなことより協力してくれるのか。他を当たった方がいいが、うん、お前は運がいい。俺たちはオクセンフルト近くのチェスクラブに向かってる。そこでレダニアの連絡員に会う予定だ。助かる。やはり頼れるやつだ。2でも頼れるやつだったから登場は嬉しいですわ。連絡員はあそこにいるはずだ。準備は。連絡員はチェスクラブで待ってる。早く済まそう。連絡員というのは誰だ。うさんくさい、つまらない野郎だ。本当なら関わりたくないところだが仕方なかった。信用してないのか。俺は誰も信用しない。お前もな。行こう。そうは言ってるけど、ロッシュはかなりゲラルトさんを信用してるよね。ツンデレか。腐り方みたいな錆びちまう。様子が変だな。確かめよう。
チェックメイトだ。チェスは王のゲームと言われている。戦略的な思考を養う遊びだとな。全く馬鹿げてる。双方が同一の駒を持ち、ルールも変化しない。これが現実を映し出していると。ウィッチャー、ヨガチェスをする理由がわかるか。わかりかねます。ゲームの中に隠された本質を暴くためだ。駒の内側で血が脈打っている。耳を澄ませ。そうすれば聞こえる。ドクンドクンドクン、脈打つ心臓だ。ポーンを取る。そして肉が裂かれる音を聞く。その腹の奥底から悲鳴が聞こえる。駒をこじ開けて、そいつらから真実を絞り出したい。この意味がわかるか。わかるわけないだろう。いいえ。王ではないからわからないのだ。ポーンに見えるのは陣地にいる味方と戦場の向こうにいる敵だ。王は違う視点から盤面を見る。強敵に囲まれ、自らの手駒が王を陥れる可能性もある。それはチェックであり死だ。いいか、チェストは手駒を犠牲にする技術を競うゲームだ。これでわかるか。お前の被害妄想はわかった。いいえ、わかりかねます。まあ余談だ。さて話だ。なぜウィッチャーを連れてきた。彼が説明するべきでしょう。レダニアの諜報員が、まさかレダニアをご自身とは。仲介を省ける機会があるときはそれを利用することだ。シプリアン・ウィリー、別名ホアソン・ジュニアを探しています。レダニアの庇護を受けているはず。なぜ彼を探す。個人的なことです。まあいい、詮索はしない。ジュニアはオクセンフルトの屋敷に。これを知る者はほぼいない。事前の約束なしでは入れん。だから新しい娼婦の件で来たと言え。ジュニアは常に新しい女を求めてる。ひどい扱いをするらしいな。ずいぶん簡単に差し出すんですね。金と時間を投資した挙句に、どうも納得できない。善意の印と考えろ。だが恩返しには期待しているぞ。それにジュニアは存在意義を失った。もはやビッグフォーではない。いずれまたこちらから連絡する。では行け。そしてロッシュ、貴様とは別の時に話そう。ラドビットの錯乱は悪化しているようだな。ジュニアの居場所は分かった。それ以外はどうでもいい。ゲラルト、そういえば俺も頼みがあった。ベースとの間に厄介な問題を抱えててな。誰かに説得してほしいんだ。野営地に会いに来てくれ。詳細はその時に。考えてみよう。またな、ロッシュ。それでは早速コアソンの隠れ家に向かいます。女どもは入ってくだけで誰も出てこねえな。ボスの勢力は桁外れだからな。みんな豚が殺される時みたいな声を上げてるぞ。ああ、俺もおこぼれに預かって楽しみてえもんだ。お
俺もさ。何の用だ。ホワソンジュニアはどこだ。ほう、東京のあるやつらしいな。てめえ知ってるぞ。オルガードとビッグを殺したな。少しは交渉もしてみようか。いや、きっと誤解だ。こいつをやれ。結局戦闘になるんじゃないか。弱すぎるので敵のレベル上げます。世界中の敵がゲラルトさんと同じレベルのになるので、これはこれで不自然で嫌なんですけど、しょうがない。変質者め、尻に触りでもしたらただではおかん。こいつ、呼んだ娼婦を拷問して殺してるんですよ。ギャングの中でも特に最低なタイプです。何のつもりだ。助けてくれ、頼む。誰も来ない。女性たちも同じように命乞いしたんじゃないのか。
的だ。やあジュニア、話をしに来た。お前の言う通りにしよう。最初にいくつか質問がある。何でも教えてやる。若い女性と銀融詩人を探してる。あったはずだな。女？どのクソ女？灰色の髪をして剣を背負ってる。俺みたいに。彼女か。覚えてる。真実を話した方がいいぞ。なぜか知りたいか。嘘はつかない。本当にお前を探すのに時間がかかったし、楽じゃなかった。頭に来てるし疲れてる。多くの人間も殺さねばならなかった。俺を騙そうとしたり嘘をつこうとしたり、クズばかりだったよ。俺の心は悲しみで満ち溢れてる。あと一回の嘘で溢れ出す。そしたらお前はきっと後悔することになる。嘘をついたらどうなるか理解したか。ああ。よし。灰色の髪の女性がお前と会った理由と何があったのかを知りたい。何があったか。俺を襲ったんだ。もう一度嘘をつけば弾を切り落とす。取引したんだ。俺が魔法のなんとかかんとかを修理して、あの女と歌い手はシギルーベンの宝を持ってくると、奴らは持ってこなかった。だから少しカッとなって。何をしたんだ。一緒にいたドードをさらって取り返しに来るのを待った。見ろ、あれだ。修理は頼まれたんだ。ジュグか。こういうものを直せるのか。俺じゃない、ある男が。時間の無駄だ。さっさと全て話せ。話す、全部話す。ありのままに。ここからは回想シーンです。回想ですが、やっとシリさんも登場します。この回想シーンは次回に回しますね。それではご視聴ありがとうございました。落ち着いてダンデリオン。ドゥードゥを助けないと。わかるでしょ。わかってるさ。だが直感に理屈は通用しない。そしてどれほどの同情でもそれを黙らせ消し去れはしない。